暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。戦後間もなく、私が新生大学の一期生として入学した大学はミッションスクールでございました。その当時学生の数も数十人だったということもあって、大きな祝日には私たち学生一人一人は修道女の方から護衛をカードをいただいて、そのカードの裏には聖書の文句が書かれておりました。たまたま私がいただいたカードの裏に呼ぶ記という旧約聖書の中から取った聖句が書かれておりました。私は裸で母の胎を出た、裸で賢子に戻ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。ヨブという大変行いの正しい人がおりました。神様のお許しを得て、悪魔が次々と試練をヨブに送ります。台風を起こして家財道具、家屋敷、そういうものをなくさせてしまう、または敵が攻めてきて家族、それから従僕、そういう人たちを殺してしまう。その最中にあってもヨブはさっきのように主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと言って神を恨んだり呪ったりいたしませんでした。さらにヨブ自身も悪い病に侵されます。そして自分の妻が神を呪って死になさいと言った時に、何を愚かなことを言うのか、私たちは神から幸福をいただいたんだから不幸をもいただくのは当たり前ではないかと答えております。で、この呼ぶ記の中から私が習ったのはキリスト教の神の厳しさということでした。私たちの都合のままに、勝手のままに現れたり消えたりする神ではないということ、私たちが思い出そうが忘れていようが厳然として存在し、私たちの願いを聞いてくださることもあるけれども、私たちから奪うこともおありになるという、そのキリスト教の神の姿、そしてその神様は私たちの天のお父様であって、決して悪いようにお計らいにならない愛の神であるということを、ご自分の御子イエス・キリストを通して私たちに教えてくださったということが、徐々に私のまだ浅い信仰の中にも理解できるようになってまいりました。聖書の中でイエス様が、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見出す、戸を叩きなさいそうすれば開かれるということをおっしゃっておりますけれども、決して求めたら求めたものが与えられる、探したら探したものを見つけるとはおっしゃっておりません。むしろそのすぐ後で、あなたたち父親として魚が欲しいという子供に対して蛇を与えるようなことはしないだろう、あなた方のような悪いものでさえ自分の子供たちに良いものを与えることを知っている、とすればまして天に増します御父はあなた方にきっと良いものをお与えになるに違いないと書いていらっしゃいます。
ヨークのあるリハビリテーションセンターに、南北戦争で怪我をした一人の傷痍軍人の祈りが掲げてあるそうです。長いのでその一部を挙げてみますと、成功を収めるために力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。偉大なことをするために健康を求めたのに、より良きことができるようにと病気を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を賜った。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神を求め続けるようにと弱さを授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、言葉に出さなかった祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。求めたものは何一つ与えられなかった。でもこの人が気づいたのは、自分は欲しいものを求めたけれども、神は本当に必要なものをくださった。それは結局私は神に愛されているのだと気づいて、神に愛されたという気づきこそが一番大きな祝福だということを述べているのではないかと思います。ある方が私に大丈夫の小石というお話を聞かせてくださいました。病院に仕事柄出入りをする一人の男性がおいでになって、手のひらに入るぐらいの角の取れた小石を持ってらっしゃいました。その小石にはひらがなで大丈夫と書いてあったそうです。でこの小石を持って病院に行く、手術を受けなければならない人、その人に握らしておやりになるととても喜ぶ。または病床に伏せている人に握らしておやりになると、あ、私の病気は治るんですね、大丈夫ですねと喜ぶ。そこでその人は小石を返してもらいながら、この大丈夫の小石はあなたが考える大丈夫の小石ではありません、どっちへ転んでも大丈夫というその小石なんですと答えるそうです。つまり自分が思う通りになるから大丈夫なのではなくて、自分はこうなってほしいと願いながら、でも最後はお任せします、どっちへ転んでも大丈夫なんですねっていう平安な心を持って手術に臨みなさい、病院での日々を過ごしなさいというのが、この大丈夫の小石の意味するところだというふうに教えていただきました。私たちは祈るときに請求書の祈りを多く唱えるようです。神様、あれが欲しいです、これが足りません、あれを届けてください。ところが私たちが忘れてならないのは、その神様がくださったものに対して私がお願いしたのとはちょっと違いますけれども、でも確かにいただきました、ありがとうございましたという領収書の祈りではないかと思います。そしてありがとうございましたの後に自分でサインをして、ハート型のハンコをポンと押して神様にお返しすること、
それが私たち忘れてはいけないことだと思うんです。大正時代に九条武子という大変美しい仏教徒の方がおいでになりました。その意味でも歌人と言っていいんですけれども、歌をお読みになりまして、その意味の歌人でもいらっしゃいました。この方がお読みになった歌の一つに、抱かれてありとは知らず愚かにも、我反抗する大いなる手に、という歌がございます。私たちはみんな神様仏様の愛ご慈悲、それに満ちた御手の中に生きております。でも時たまそれを忘れてしまって、あれが欲しい、これが嫌だ、こうしてくださいと反抗することが多ございますけれども、実は私たちはみんなこの愛の御手の中にいるということ、それを忘れずにいきたいと思います。裸で生まれ、何一つ持たないで裸で死んでいく私たち、その一生の間に主が与え、主が奪っておしまいになることが多々ございます。与えられた時にも奪われた時にも、主の御名を褒めたたえることを忘れずに、それを私たちの祈りの基本的な姿勢として、これからも生きていきたいと思います。求めたものは何一つ与えられなかったが、言葉にならなかった祈りはすべて聞き入れられた。私はすべての人々の中で最も祝福されたものだ。